この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲を捨て大当たりと女の子の巣ポンポン、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とスポンポン。今日の子は一番可愛いな。気持ち悪いよ。スロットで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人成瀬ここみ&助っ人ライターの矢部姉。今回の対戦機種は大当たり確率およそ399分の1マックスタイプのパチンコ仮面ライダーフルスロットルで勝負。ルールはいつも通り、シンプルに最終出玉数で多い方が勝利となる。さらに魚拓の大当たり中にはワイプの中で無夫婦女優水見咲ちゃんがセクシーショットを拝ませてくれますのでご期待あれ。癒し系 F カップの咲ちゃんが醸し出すふんわりとしたオーラに魚拓はまたもメロメロなようで。すっぽんぽん結果はここみ0玉。当たんなかったの珍しく。あらー、ゆうちゃんにお金まで借りてやったのにキャラバレした上に借金までできて木村さん0玉。お前も0玉だ。寝そうになったんでしょ。俺3回寝たからね寝たの。こんなの初めてですね、2人とも出ないって。出ないというか2人とも当たらない。もうヒットですよ。今までなかったですよ。しかも新年一発目ですよ。1回目、2016年1回目。その目でもね、まあ海を出した時それ以上ね悪いことも起きないですから。これ以上いいこと言うね。すいませんね、本当せっかく来ていただいたのに。どうしますね。ゼロとゼロとゼロとゼロ。これ1あるよ。出た。もうこれこういうのもう2016年はやめよう。いいよ、やります。1って言うじゃないですか。嘘です。だからまあこれ3枚取らせれば1枚だけ取らせてよ。まあ新年っていうのもあるし。さきちゃん、俺が取りたい。あ、じゃあ私が1枚取るよ。俺が取るよ。なんで私？いや3枚取ろう。でも視聴者の人にお年玉あげたいなと思った。そうですよね。まだ今回は特別にと。ということで新年特別撮影会スタート。深めに座ってもらって、はい。深めに座ってもらって、足の間に手を入れて、あっと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 。あ、これ可愛い。いくよ。はい、チーズ。結構ね、近くで見せてグッとくるね。完璧です。ありがとうございます。このね、目が垂れ目なのか。垂れ目ですね。最高。私も垂れ目ですよ。ここちゃんちも垂れ目ですよ。あ、次髪を上げてないナースってのもグッとくるな。あ、いい感じいい感じ。はい、チーズ。ちょっと可愛いね。いいね。じゃあ先生お願いします。はい。じゃあ普通に座って。普通に。はい。一玉預け合いした。お正月じゃないですか。はい。でこれプレゼントじゃないですか。まあ新年ということで。確かにグミして。グ？走られて。ご開帳です。静まり返った。ご開帳ですか。あれね、具が好きなの。具が大好き。ごめんね、気持ち悪くて。しかもなんかこの恥じらってる感じがちょっと見てドキドキするんだけど、私マネージャーからグー出すなんて聞いてませんみたいなね。そんな仕事だって聞いてません。テレビだって聞いてきました。もうちょっと足入れてごらん。いいですか。マジなやつです。マジなやつや。あ、毛生えてます。毛生えてますね。今ちょっと毛チラリしてる。ちょっと見ててごらん。ちょっと見ててごらん。どこまでやったらいいんですか。私本当に自分が許せる範囲で。お手本でちょっとお姉ちゃんみたいな。恥ずかしがってるこの人なんで。確かに一番毛が見えた瞬間。やばい。ありがとうございます。なんかということで「月スポ」からのお年玉、さきちゃんのサイン入り無風写真が欲しい方はご覧の宛先までご応募ください。散々な結果でしたけどね。散々な結果でしたけど、はい、まあこれがあるんでお許しくださいと。お許しください。そうだね、月スポガチってことが皆さん分かってもらえたんじゃないでしょうか。しかも今日は極上の素材じゃないですか。はい、年末年始を彩るにふさわしい。ありがとうございます。もう全部悪いもん出した。そうですね、パチンコはちょっとまた苦手になりましたけどそうだね、正直確かに今日の展開はそう思われてもしょうがないと思います。だからもうこれで卒業ということで。いやいや違いますよ。お疲れ様でした。もっと楽しいでありますからというわけできっとこれで役払いできたと。できましたね。2016年の月スポ去年以上のパワーで攻めていきたいと思います。雲たくさん見つめてねいきたいというわけで今年もよろしくお願いいたします。お願いいたします。さて次回の月スポはパティスロルパン三世で勝負。藤子ちゃんばりの超ナイスバディの登場に魚拓やりたい放題めちゃめちゃいい体してんな。これは見逃せねえぜ。お楽しみに。今日はいけるぞこれ。